どう、激辛ジョニーです。今日もみんなの推しに火をつけちゃうぞ。やってきましたはい、今回は滋賀県にあります中華そば殿さんにやってまいりました。ここにはですね、なんかスタミナラーメンという感じでね、激辛ちょっと辛そうなラーメンがあるということでね、やってくるんですけども、ちょっとね、見栄えがね、すごいインスタ映えしそうな辛そうなラーメンなんです。一応ですね、辛さを調整できるらしくてね、超激辛を今回はその辛いラーメンをね、スタミナそばの超激辛に挑戦していきたいかなと思います。早速中入ってきたんですけど、こちらですね、スタミナそばといわれるものがメニューがありますね。もうこれ見るかにもう真っ赤なんですけど、ものすごいですね。で、こちらにですね、一応100円アップで超激辛にできるということで、今回この超激辛に、させたいと思います。わー、はい、どうぞ。ささこちらが、はい、スタミナそば超激辛。わー、すごいな、これが。いただきます。さあ、中華そば、殿さんのスタミナそば、超激辛、お手並み拝見ですよ。うわー、スープからいってみましょうかね。はい。これは美味しいな、これ。うん、ニンニクの香りがふわーっと口の中に広がりますけど、意外や意外、これ表面はね、結構この唐辛子で真っ赤からいかにもこうやっぱ辛そうに見えるんですけども、意外にやっぱそこまでこうガンとくるような辛さじゃないですけど、じゃあちょっと麺いってみましょう。これうまいわ、たまりませんな。これ美味しい、餃子ジューシー、最高ですね。チャーシューのとろける、チャーシューの脂身部分は口に入れただけでとろけるようになくなってきました。これはたまらんですな。うん、いいですね、このインスタ映えしそうなこの感じは、ね、食べて美味しい、見て楽しいと。止まりませんな。ちょっと油断すると危ない。うん、これ美味しい、餃子美味しいな。さあ、残すところはスープのみ、最後ね、このスープを飲み干して、この激辛バトルにケリをつけたいと思います。
ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。中華そばとのさんのスタミナそば超激辛辛さレベル、辛さレベル4です。まあ、先ほども申しましたけどね、見た目はすごいものすごく辛そうなんですけれども、食べてみるとあら不思議、旨辛程度の辛さです。だからね、結構辛いの苦手な方とかでも、なんかこれからなんか激辛料理いろんなところ食べに行ってみたいみたいな感じの方だったら、なんかこう見た目すごい真っ赤なんで、いざこうやってこういうの自分が食べれるとなんか自信がつくような感じで、もういいかなと思います。で、あとね、まあやっぱスープ本来の旨味もね、麺と絡んで非常に美味しく、食べれた、旨辛な一品かなと思います。食べ終わった後のこの口のピリピリ感が非常に心地いい感じの一品でございます。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログも更新しますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。